チェケラ。ドラマユータ14です。はい、今回のテーマはこんな感じで、中心部に火力がね、かなり密集したような配置を特集していきました。まあ、全部で3つ紹介するんですが、まあ、ね、レジェンド陣に近い、まあ、レジェンド陣ですよね。レジェンド陣だけど、レジェンド陣でもこんなに火力密集させて外周部をとの距離を測ってるような配置っていうのはなかなか珍しい方なので、いざ攻めたことない方が、いざ直面すると、これどうやって攻めればいいんだろうみたいなことが起きがちです。はい。で、クランリーグで出てきた3つを紹介したいんですが、まあ、見たことあるような配置が3つ揃うかなと思います。1つ目がね、この配置なんですが、まあ、大体こういうような火力が中心に入ってて、あとは後ろは回廊陣、大外は回廊陣でぐるっと回ってしまうような配置で、まあ、中心部に火力を集めたような配置、まあ、ドーナツ配置って海外では言われてるんですけど、まあ、大体こんなような配置をどう攻めればいいのかというのを見ていきましょう。捧げていきます。はい、早速見ていきましょう。まずは、おでひでこっちサイドをこういうようなね、こういうような形で切っていって、逆サイドこの辺をロイヤルチャンピオンでカットしていきます。はい、こういう形ですね。で、中心部にユニットたちを集めていって、ここにジャンプを打って、ジャンプジャンプで中心部を貫いていくような形。そんな感じで見ていきます。で、投下兵舎の使い方、兵器の使い方も結構面白いので見ていってください。まずはね、こっちサイドこんな形でロイヤルチャンピオンが削っていってサイドカット、逆サイドはオデヒーがこんな感じで削っていってますね。で、こうやっていくことでイエティがね、中心部から反れないような形を作っています。はい、まあ、この辺が残ってしまうと、まあ、外周部にねイエティが流れてしまうかもしれないんですが、そこをねオデヒーとロイヤルチャンピオンを使うことでサイドカットをしていくと、まあ、こんな形でペッカもね交えて、まあ、サイドカットを強くやっていく形で完全にね流れないような形。オデヒーのいいところはこういう対空砲にも手が届くところですね。で、ここまでカットが十分にできたのでイエティで引っ張っていって中心部合流していくような形。まあ、細かいんですが、ここのウィザードもすごくいい仕事をしてくれましたね。で、もう初手レイジージャンプジャンプと、もう一気にイエティを中心部へ進めていくような流れです。はい、で、こんな形で中心部は中心部のだけでね仕事してもらって、残りはキングとネクロを外周部流してきました。まあ、こちらからキングネクロですね。で、こっちサイドに投下兵舎を流していって、まあ、中心部と外周部完全に分けて考えるような感じですね。とこうか。はい、これすごく難しいです、扱いが。はい、まあ、中心部は本当にイエティだけで見てもらって、まあ、最悪ね、中心部で死んでもらってもいいから中心部だけは壊してくれというような使い方。で、外周部に関してはキングとネクロを歩かせることで、まあ、こうやって外周部を仕事させて、逆サイドは東海兵舎のペッカウィズを流していくことでカットと。まあ、中心部はね、結局イエティは全て落ちてはしまってるんですが、クイーンがクロークで乗り切ってシングル IT まで見ていく形。で、ネクロもね、やっぱり外周ネクロって、まあ、やっぱりもともと強かったんですが、最近使われてなかった傾向にありますよね。まあ、なんですが、こういう外周部、区切りがないので、ネクロの止まるところがないんですよね。まあ、そういう配置、回廊陣とかにも刺さりやすいっていうのが、実はネクロの特徴です。まあ、こんな感じで、綺麗な全開でした。これは本当にパートに分けて、まあ、いろいろ仕事をさせたような綺麗な全開でした。まあ、次もね、似たようなアタック続きます。見ていきましょう。はい、次の配置もこんな感じで、中心部が、まあ、火力高いですね、思いっきり。もう火力高すぎるので、まあ、イエティを今回は中心部に続けていくんですが、今回はロイヤルチャンピオンではなくて、突撃艦とイエティでここをカット入れていきます。で、逆サイドを、オーデヒーでサイドカットですね。まあ、さっきはロイヤルチャンピオンを使ったんですが、今回はイエティと、たちに仕事をさせるという形ですね。まあ、回路陣のいいところは、ユニットをガン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 流してしまうところで、どんどんね、本体が中心部に入らないような作りになってるので強いんですけど、まあ、逆に言うと、まあ、そこをね、整備してあげることで、ルートの整備が、ルートの整備ができてしまえば、ユニットの誘導が結構簡単なのが、この特徴、この配置の特徴です。で、1層目は今回はウォールブレーカーを使って中心部へイエティを進めていきます。この3次側、3次内側がね、ここが完全に切れているので、まあ、外周部に流れることはなくて、しっかり中心部に流れるような作りになってますね。もう流れようがないですよね。で、ここウォールブレーカーを使ってあげて、キングネクロ、さっきと同じですね。
区切り、壁の区切りがないのでネクロもキングも止まらないですよね。まあ、そうなった場合すごく伸びてくるし、火力の高い施設は全てね中心部に集まっているので、キングネクロも止まる可能性が低くなっているというところで狙いをつけたわけですね。で今回は東海兵舎ではなくて、もうすでに突撃艦を使ってしまっているんですが、逆に言うとロイヤルチャンピオンが残っているので、ロイヤルチャンピオンとキングネクロ合流して一緒に進めていく形で伸ばしていきます。でさっきはねイーグル砲が終点の配置だったので、まあ結構ユニットが落ちがちだったんですが、ここからはもうすでにね落ちてるので結構伸びてきそうですね。まあ中心部のねイエティたちにイーグルが飛んでこないので、もう結構イエティヒーラーがしっかり仕事をしてくれてますね。でロイヤルチャンピオンとキングもなんだかんだ生き残ってて、フリーズも2発あって、でやっぱりネクロが止まってないですよね。ネクロの盾になってたキングがもう巨爆の解除とかもいろいろやってくれてたようで、まあこんな形でユニットを流させる、回廊陣を逆に利用してユニットを流して攻略するっていう形、まあ、これは本当に回廊陣に合った攻略の仕方だなという形ですね。なんか昔のタウンホール9の攻略とかを少し思い出すような展開でした。はいはい、続いても見ていきましょう。続いてはねディガホグでの攻略になってます。やはりね中心部がすごい火力の高い施設が集まってるんですが、イエティではなくてディガホグを使うことで攻略をしていきます。まあ、イエティと機と同じようにディガーとホグをね中心部に集めていきたいので、その前段階でいろいろサイドカットをしてあげる必要があります。はい、まずは食い火でこういう動きをさせていきます。でこういう動きをしていく上で、まあ、そうすると中心部に、まあ、中心部にいきなりディガホグを投げたいっていう狙いですね。はい、まあ、ディガホグをこう、食い火をこうやって流していくときに、ちょっとね火力の高いエリアにも到達するので、キングここオールデッカを投げていきつつ、キングも合流していきます。でここのウォーデンはちょっとね目を離してましたので、あちょっとやべえわって思ったのでフリーズで対処しました。はい、テスラが出たことにねちょっとウォールブレイカー次一瞬で開けようかなと思ったら、もう火力が高かったので先にフリーズを打った形です。キングを合流させて一緒に歩かせていきつつ、逆サイド、ここがねディガホグをするとき流れてしまいそうなエリアなので、東海兵舎とまあ回廊陣さっきと同じなんですが、まあ敷居がないので、ここに壁がないのでペッカビーズがねすごく伸びてくれそうだなってことで、外周部を歩かせて、まあ、こんな形で中心部へディガホグを一気に進めていくと、まあ、ちょっとねこれヒーラーが映ってくれたので所定で、ディガーたちが消えることなかったんですが、まあ、この送り出しをするときウォーデンがなかなか足のね速度で敵についていけないことが多いので、まあ、その辺気をつけてあげる方がいいかなと思います。今回はねフリーズ一発打とうと思ったんだけど、ヒーラーが映ったので、まあ、ヒールフリーズは OK かなという判断で打ってないんですが、本来ヒーラーが今映ってなかったらちょっと結構やられてたと思うので、フリーズの準備は大事なところかなと思います。はい、今回はクイーンについてたヒーラーがディガーの方に映ったので、フリーズは打ってないよってことですね。うん、これが映ってなかったら多分落ちたと思います。はい、なので、まあ、フリーズを早めに打つか、まあ、ヒールを早めに打つかの判断をしてあげましょう。まあ、こんな形で、まあ、EAT 系だったり、ディガホグだったり、まあ、回廊陣を逆に利用したような全開を使ってあげると、中心部ね、かなり火力の高いところあるんですが、そこへの誘導の仕方をどうやっていくかっていうのを心がけていくと、こういう配置も苦手意識がなくなってくるかなと思います。はい、というわけでね、今回はこんな感じで、中心部のね、火力が集まってる配置を特集していきました。ドーナツ配置って呼ばれることもあるんですが、まあ、回廊陣の中でもかなり壁の敷居がなくて、もう1層目が全て繋がってるような配置、もうユニットがぐる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 回ってしまうような配置、まあ、昔からある配置なので、見たことある配置だし、攻めたことある配置だと思います。まあ、そういった配置への回答策を持ってないと、こういう配置を出すとこって結構まとまって同じような配置をバン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 出してくるイメージがあるので、まあ、1つ取れないと、一気に崩れてしまうし、逆にね一つ攻略してしまえば同じようなやり方でどんどん取れることができるので、まあ、この方法ちょっと試してみてください。今回はねクランリーグの中から比較的流行ってる配置だったり、知らないとなかなか難しい配置、今のは結構、個人的には結構難しいなと思ってて、やり方を取り方を知らないと難しいなと思ってて、取り方を知ったら逆に簡単にはなってくるんですが、取り方を知らないでこの配置どうすればいいんだろうって思ったまま攻めるとなると、かなり難しい配置になってくるのかなと思ってるので、まあ、こういうふうに、考え方のアイディアですね、
どう考えればいいかっていうところで手助けになるような動画を作っていきました。まあ、なので、この、こういう配置が取れないですみたいな、リクエストとか、この、まあ、具体的にこういう配置が取れないですっていう配置の写真とか送ってもらえれば、それに組んだ特集を組めたり、まあ、いい配置だなと思ったら特集を組めるし、対策陣だったらね、もう微妙なニュアンスでこれが違うからこうって、もう、本当に同じ配置にいたしか対処できないような形なんですが、こういうレジェンド陣だったり、テンプレ陣に関しては、まあ、多少型は変わっても、考え方としてあんまり変わることがないので、まあ、かなり普遍的なものになるかなと思ってます。はい。とね、この後もね、サザンクロスの配置が出てきてたりもするので、サザンクロスの動画をも、ラバルの攻略なんですが、そちら一つ上がる予定です。まあね、超絶技巧の対策陣だけを相手にしたような動画だけではなくて、まあこういった形で、まあ実践的というか、普段ね、動画を見てくださってる方でも当たるような配置っていうのにもフォーカスをして、まあいろいろな層からもね、見ていただけるような工夫をしていきたいと思ってますので、まあこんな形で今回組んでいきました。まあ今回のね、ガクの回廊陣の攻略なんかはすごく綺麗で、もう理にかなってるので、まあどんな回廊陣が来てもガクは多分あのやり方を少しね、変えるだけで全部取れてしまうと思います。し、再現性がすごく高いと思うので、あれをアイディアとして頭の中に入れておくと、もし当たった際だったりに、この動画を見直していただければ全回が取れると思いますので、まあぜひ、チェックしておいてください。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さよなら。